さんに FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏目のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏目さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日が4月24日月曜日、放送日がね、うん、はい、第30回の第30回の収録となっております。はい、すごい、30回、はい、前回に引き続きマスクマンにも来ていただいております。マスクマン、よろしくお願いします。すごいすごい、マスクがない、マスクがない、はい、まあ30回記念ゲストと、まあ後付けしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもどうも、はい、今日は30回の代表です。どうもどうもどうも、はい、まあこれを収録してる時点ではまだ4月の前半ではあるんですけれども、はい、うん、まあなんていうのかな、うん、僕らも3月31日でね、うん、一旦の区切り、区切り、区切りっていうのかな、うん、踏んでまた新しい一歩を4月から踏み出したばっかりではあるんですけれども、うん、まあこの放送日4月24日ぐらいには何かまたね、新しいことが始まってるかもしれないですし、子供食堂的なので、うん、始まってるかな、またサンドバッグよ、再びみたいな、そうそう、子供たちにサンドバッグにされる、サンドバッグね、再びなのかな、サンドバッグにされないでサンドイッチなんか作ってあげたらいいんじゃないですか。おお、ああ、手垢がすごい、うまいこと言ったね。うまいこと言った、うまいこと言ったね。まあ、手垢ってやだな。やだな、だ、だしがね、だしがね、ティアンダ、ティアンダって言ったらいい ね、今のところまだ4月6日時点ではまだ未定ではあるんですけれども、うん、僕たちでね、普天間2区の公民館で、子ども食堂をやろうかっていう話がやれたらいいねって、そうそうありますんでね、うんうん、いや、やるでしょ、この放送を耳にした方はぜひ ね、うちの息子娘が朝ご飯食べれないんだよっていう時は、うん、普天間に公民館まで来ていただければ、そう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 、マスクマンの、マスクマンのティーアンダーがついたサンドイッチが食える。いやいや、金浜さんのティーアンダーです。それでは本日も短い時間ですが、最後までよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、これが正規バージョンなんですね。そうですね、そうですね、そうですね、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージも感想もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、先ほど2人と言いましたが、本日は3人で、はい、いろんなことをお話ししていきたいと思います。はい、30回目のゲストです、うん、まあ、はい、まずはトークテーマ発表したいと思います、うん、はい、はい、トークテーマが変化、変化、はい、4月にね、さっきもお話ししましたけれども、まあこれ収録日自体が4月6日なんで、うん、4月に入って新年度を迎えるにあたって、うん、まあ周りで ね、みんないろいろ変わってるだろうしね、自分の周りで変化したことや自分自身が今後変えていきたいと考えていること、うん、あるいは、うん、誰かとか、まあ、何か周囲に変わってほしいと願っていることを
何か聞かせてくれればなっていうところで、こちらのテーマにしました。はい、はい、でいくつかメッセージ届いてますので、うん、まず僕の方からご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさん、はい、ありがとうございます。はい、心の拠り所だった支援センターハピワンが3月31日に閉所、心がフリーズしてしまい何もできない、それだけ大切な居場所だったんだなと感じています。これからはちゃんと地に根を張り進んでいかなくては。ハピワンで学んだこと、出会った絆を大切に、これからも新しい道を。これが自分に起きた最近の大きな変化です。俺これからも頑張りますとのことです。おい、過去形にすんな。なんどこを出会う、ハピワンを。ああ、ハピワンを、ハピワン、まあ一旦の区切りではあるから、そこは過去形でいいんじゃないかなと思いますよ。寂しいな、うん、そこからどうなるかはまた分かりませんけどね。ティアンダ舐めときなさい、うん、はい、培養しておきます。ポキポキっていうのケンシロウみたいになんかこれこれ、はい、はい、そうです。じゃ あ, あのハピワンで学んだことを、うん、あ、そうね、夏美さんは何かありますか。ハピワン、ハピワンは本当に夏美の居場所でもありましたので、うん、閉所してしまってちょっと寂しいよ、やっぱり。そうね、毎日行ってたからね。うんうんうん、まあ特にマスクマンもそうだし、夏美さんもそうだし、うん、まあつかぽんさんも、うん、まあ僕はね、あの宜野湾市に引っ越してきたのが、去年の、まあ、5月からなんで、うん、そう毎日行ってたって言ったら2人3人に比べたらね、ないけど、それでもやっぱり寂しいから、あの他のね、夏美さん、つかぽん、中さんたちの思いはもうすごい切ないだろうなっていうところあるんですけど、別に触れないんだね。何を、何でもない、もういいよ、もういいよ。放送を聞いた方だけ分かる、放送を聞いた方だけ分かる。ああ、でもさ、でもさ、言ったんだね。あ、言った俺。マスクマンって分かった。ああ、そうそうそう、大丈夫大丈夫。だからね、ズワイガニ。マスクマンもやっぱりハピワンの閉所に対するなんていうのかな、思いはすごくてね、いろいろはっちゃはっちゃした部分もありますけれども、ジタバタジタバタして、うん、中さんの思いが強いのもね。あー、ごめん、ちょっと聞いてやっちゃう。違う違う、マスクマンのね、あのこれ収録なんで P が入る。あー、そうね、今言っときました。あ、マスクマンのね、思いが強いからね、それはすごくわかるから、うーん、まあ、切ないよね。うん、うん、そうね、でもさ、でもさ、まあさ、お、あのちょっとね、うん、頑張ろう。ごめんなさい、ね、なんか言うことが、とりあえず頑張ろう。そうね、つかぽんが言うように、これからも、まあ、出会った絆を大切にね、うん、頑張っていければなっていうところですね。いやいや、僕は諦めてないですよ。あ、まあまあまあ、今年から来年には戻ってるっていうのも。まあね、なんかいろいろその辺でも動いてるって言ったらいいのか、まあ、しっちゃかめっちゃかになる、なってそうな部分もあるんですけど。でもさ、こんなさ7年も8年も続いたハピワンがさ、うん、もう結構なんかこんなあっさり閉まっちゃうんだってさ、うん、ちょっと入ったらびっくりしなかった。追い出されたからね。入ったら追い出されるからね。あ、うん、ちょっとすごいことになってますよね。びっくりした、こんなあっさりって思って。うんうんうん、まあ、大きな変化が僕らにもありましたけど、うんうんうん、はい、他に、はい、ありますよ、メッセージありましたら、はい、来ましたよ。ラジオネームサンクスラボのミンミンダーハさんより、あ、ありがとうございます。はい、読みます、はい、最近 AI 産業が盛んになり、時代の変化を感じます、うん、言葉を入力するだけで絵を作成できる時代になり、このままだとイラストレーターという職業はなくなるように感じます、うん、時代の変化とともに自分のライフスタイルを変えていくことは、年配でアナログ人間の自分には不都合と感じますが、うん、新しい時代の変化を楽しめたら最善かなと思いますとのことです。あ、ミンダーさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、確かにね、AI が書き始めてますよね、今度ね。そうだね、AI すごいよ。なんか有名な画家がいて、うん、それっぽい絵を描いてくるもんだから AI が、うんうん、有名な画家が訴えてた。
え、お前俺の絵じゃないかって言って、俺のタッチだろそれ、俺のタッチだろって、そういうファンタジー系のタイカらしいんだけど、その人、うん、その人がもうあまりにもそのままだからやめなさいみたいな、よしな最低みたいなのが、あのクレームがあったらしい。あ、海外のアーティスト、海外のアーティスト、なんかあのカードゲームとかでね、よく使われてる人の絵らしいんだけど、うん、でもね、インスタグラムとか見るとね、そんな感じで絵いっぱいあるよ。あ、本当ですか。アマチュアの人が描いてるの。あ、雰囲気が近いやつ、うん、なんか、僕個人の偏見だけどさ、うん、アマチュアでやってるバンドとかの音楽って本当偏見で、あの上から見せるんで申し訳ないんだけど、うん、あのメロディーのパターンってあるんだよね、型ってあるんだよね、うんうん、それを組み合わせてね、うん、オリジナリティがないんだよ、うん、何がそう言ってんだと思うんだよコード進行とかでもそんなのでも作ってるから、まあ、飽きちゃうのが多いからね。だから AI が作ったのと、まあ、大差ないのかなとは思うんだけど、ね、あ、なるほど、個性、だからこの意味で個性って大切だなと思うさ、うんうん、オリジナリティって、うん、って言われるほどオリジナリティないけどさ、俺、まあ、そこはやっぱり人間、あ、声もオリジナリティで AI が作り出すのかな、今後。あ、だから、うん、あのマッシュアップみたいので、うん、エフェクトインが最近開発したソフトで、うん、マイドンナとマイケル・ジャクソンの声の情報を抜き出して、うん、マドンナとマイケル・ジャクソンの声を合成して、うん、その中間の声を出して、それをクラシックの交響曲のメロディーとか音楽とかそういうのをもう全部抜き出して、それを歌わせるとか、うん、そういうできるソフトを開発しちゃうみたいな。マドケル・ジャクソンが生まれたんですか。マドケル・ベートーベンみたいな、あの大工の歌をてマドンナとマイケルっぽい声で歌わすというのができるソフトを作ったみたいな。あ、じゃあ一時あれあったじゃないですか、シーマン、違う、あのなんでシーマンだよあれ紅白歌合戦で AI 美空ひばりに歌わすみたいな、うん、ああ、それは声をサンプリングして、その初音ミクミケとかなんだけど、声の情報を抜き出して、うん、他の人の演奏をそのまんまそれに変えることができるってすごいよね。すごい、ね、でもあれも何年ぐらい前でしたっけ、3、4年前、ああ2007年とか10なんか CD 買ったよ、俺買ったじゃん、ネットから撮って CD に焼いたよ、俺、うん、あれいい曲だね。本当ですか、うん、AI に歌わせて、うん、秋元治、秋元康、 AKB の人がなんか作詞したの、ね、秋元治はこっちから秋元治さん、そんなこともやり始めたのかすごいね、浅井だね秋元康が作詞してて、ね、ありましたね、で天童よしみとかボロ泣きしててね、うん、でも思いっきり CG の店の芝居が、そう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 、ありがとうありがとうとか言ってて、で会場でなんかもう天童よしみとか、うん、つんくとかがボロ泣きしててね、うん、そ泣けるかなって、まあね、縁があるから、ゆかりの話とかがあるから、ああそれで泣いちゃうんですよ、実際は見てないわけよね、そのえ、まあ映像で見てるんでしょうけどね、うん、まあ、でも今やったらもっと発達してすごいことになるんだろうね、ああいう映像とか喋、ね、うん、ってだから気がついたらね、そういうこと、美空ひばりとか、うん、ね、石原裕次郎の未発表曲とかいう体で新曲みたいな、うん、そっか、そういうこともだって声ができるんだ、体でね、うん、声が実はこんなの見つかりましたって言って、うんうんうん、それで儲けたりとか、そうそう、儲けを得ようという、そうそう、いやっていうかもうできちゃう世界なんだね、できちゃうかもね、うん、本当にやろうと思えば、やろうと思えば可能な世界線になりつつあると、うん、そうだ ね、 すごいね、だからオリジナリティが本当にますます必要になる世界なんだろうね、その人にしか出せないもん、そうですね、本当そうだと思う、生き残る人はもうそういう人なんだろうね、うん、夏美は曲作ったりするじゃん、うん、夏美の曲はどうですか、うんここ今クスって話題がなんかいろいろなんか感じしてんじゃないの音楽の神マスクマンに聞いてみよういや夏目の曲はどうですか、 とても素晴らしいと AI か、AI の何かに言わされてるいやもうな、涙なくしては聞けない泣く歌ないけどありがとうねお互い様まあ、いいや、ありがとうございます。いや、はい、それぞれにこ魂がこもってればいいんじゃない、あ、魂こもってるよ、うんうんうん、じゃあいいな
いい曲だな、曲。細かいこと言い出したら聞いてないさ、この音楽にしても絵にしても、ね、人生そうだよね。でもね、魂、ソウルが入ってたらそれでいいんじゃないかなと思うけどね、うん、あと本人が楽しいか楽しくないかどうかですよね。そう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 、楽しいか楽しいか、そう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 、ね、ポール・マッカートニーも未だに自分の曲で満足したことないらしいからね。ポール・マッカートニーってまだご存命でしたっけ？ご存命、今なんか綺麗なおばあちゃんみたいなルックスになってる。あ、本当ですか？へぇ、なんマジでか70もう後半ぐらいじゃないかな。女性のおじさんかっていうのは分かるけど、うん、あおじさんの女性かっていう感じ。おじいちゃんだね、もうそうだね、おばあちゃんみたいな。70後半だと思うよ。そうなんだ。あ、でも本当にあの AI のね、うん、進化とかに取り残されていかないようにね、うん、その辺アンテナ張っていきたいですよね。だからね、あの最近のボルマカートニーとかあんまり振るわないわけよ、曲が。あ、そうなんですね。やっぱ多いかな。 AI で作らして、ボルマカートニー若い頃の声で作らして新曲って出したら、あ、すげえとか言われたら、ボルマカートニーすごい嫌な顔するんだろうね。そうかも。すごいね。俺じゃねえよってなっちゃって、うん、でもそれが可能なんだから、なんかもう今はもうヒット、あの音楽でなんか飯食うのが難しい世界だからないかもしれないけど、うんね、マライア・キャディとか、 なんかそんなビヨンセと か、 なんかそういう人がヒット出さないといけないとか言って、うんね、今じゃ無理だからって言って AI に作らせてとか やってたらすごいね。実は実は怖いよ。あるんかな、そういうの。でもインスタグラムでなんか AI に作詞作曲させてとか上げてる人がいて、うん、聞いたら別にそんなに悪くないんだよね。あ、そうなんですか、うん、できるってことなんですね。今だったらね、いろいろあの AI 技術本当に発達してるからね、うん、何かできるかもね。で、まあ今日から今これから紹介する曲ももしかしたら AI が作ってるかもしれない、うん、謎を残しつつまあぜひ聞いてみてください。はい、千里真中さんで鳥の歌。多分千里真中さんは パ行が上手くないから AI なんだ。聞いてないけどね。この歌結構好きなんですよ。好きだよね、うん、ベースがいいね。とうりの歌、なんか和楽器シャビセン、もうない。でもこのジャンタカザガジャンが好きで、津軽ジャビセンだね。津軽ジャビセン。なんかこれちょっと昭和歌謡のテイストが入ってるね。でも昭和のアニメじゃないかな、これ多分。あ、平成入ったのかな。書いてあるよ。うん。グンクーガ。ガンクーガね。グンクーガ。ロボットアニメ？ロボットアニメです。あの YouTube で。いや、なんか長い語テイストなのかな。昭和のアニメっぽいんだったら。どうなんだろうな。ガンダムはもう昭和だけど、多分大きい。ガンダムよりはあと、でも平成だはず。あ、そう。ダンクーガっていうアニメがあって、うん、それの続編のダンクーガノバのオープニング。なんか聞いたことあるよ。うん。うん、多分さ、前回29回で紹介した。ダンクーガ。沖縄大好きさんあたりは好きなんじゃないかな。知ってるかな、知ってるかな。鳥の歌って言うとね、あの一番アニメ、アニソン好きな人たちの中で、鳥の歌って聞いて思い浮かぶのって、うん、エアーだったかな。エアーっていうアニメの国歌にするべきだってアニソンオタクたちが言う鳥の歌っていう歌があるんだけど、うん、それよりは俺こっちはこっちです。ベースが打ち込みが分かるところがいいね。結構面白い、好き。あのポルタメントこれダメだってマニアックすぎるな。わかんないんだよ。なんか処理の仕方があるんだけど、それをうまいこと使ってて跳ねてリズムでかっこいいな。そう、すいませんマニアックで。なんかフラメンコみたい。そうちょっとね。なんかあの中森明菜とかちょっと意識してるのかなと思うさ。あ、山口百恵とか。歌声が。歌い方。メロディーラインがどことなく。でも今風になんかアレンジしてるからうまいなと思うさ、うん、なんて上から目線なんだ俺は。いや、いいじゃないですか、紙なんだから。薄いかな。もう自分で持ちネタにする。いや、もう金浜さんクラスになろうかな。なってなって。いや、なりたくないよ。全力でこう抵抗するよ。
音楽の神、音楽の神。はい。はい。じゃあ、いいっす、終わりましょうか。はい。いいっすよ。すぐジングル。はい、お聞きいただいているのは千里真中さんで鳥の歌でした。はい、こちらテレビアニメ重層機構ダンクーガノバのオープニング曲で使われた曲で、うん、俺この曲はね、スパロボで知ったんだよ。スパロボの説明をちょっとスーパーロボット対戦、そうです、スーパーロボット対戦の何かを忘れたけど、はい、スパロボの、このダンクーガノバに乗った、ダンクーガが出てきた時に流れる音楽、モルティスファイブとかあったよね。そっち系スーパーロボット系な感じ、ね、うん、これがかっこよくてね、なんか BGM だけなんだけどね、ゲーム上は全然わからなすぎてかさぶたいじっちゃった、かさぶたがちょっと上がってきちゃった。興味なしかよ、マジで違う、ごめんなさい。いや、さっきからちょこちょこ触ってるの見えてたけどさ、かゆい、まあいいんですけどね。はい、はい、元気で何よりですまあ、すいません、はい、以上で、楽曲紹介のコーナーでしたんで、今度ゲストで来るときは、何か用意してるよ、あらかじめ言ってくれれば、はい、何をですか曲をかけたい曲、かけたい曲があるからって言ってくれれば、いっぱいあるよまあいいですけど、ね、はい、とりあえず持ってきたけどね、はい、ではルンルン気分で選曲してたけどね楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、第30回の収録になりますが、30回結構やってますね。ね、結構やったね、うん、でもそれに比べたら あなたたちが4年5年前から始めてる5年目、ベンチチャーコロピーカフェ、もう今年で5年目ですか。5年目か、はいはい、もっとデイジチャーコロピーカフェに名前を変えて、あ、そういえばジングル作るって言ったから作るんだよね。そうそうそう、リニューアルバージョンを、実はね、今ここで流れてるわけじゃなくて、デイジチャーコロピーカフェの方でね、うん、オープニングの時に流れてる曲はマスクマンが編集してね、マスクマンのアレンジの上で出来上がったジングルになってますんで、後半自分の曲が入るんだけど、そこでなるとフェードアウトされるという感じだね今度はじゃあ前面に持ってくればいいじゃん自分の、どのこと作るか何も考えてないまあおいおい、そこもリニューアルされていくっていうことなので、前に作ったやつ、はい、やっぱ2周年のやつで作ったやつ流してないんだっけ。そう、いや、ラジオとかでは流してると思うんだけど、うんうん、ジングルに使ってないから、あれをショートバージョンにしてとか考えてるんだけど、うん、それは2分ぐらいあるんだけど、30秒ぐらいにして10秒ぐらいがいいのかな、ジングルだから。いや、でも僕らのね、オープニングもとりあえず曲丸々流しながらやってるから、ジングルとは言えないけどね、うん、オープニング、でもイメージとしては15秒ぐらいかな、合間合間に入れてるジングルは10秒から15秒ぐらい、うん、そんぐらいだろうね。はいはいはい、うん、まあというわけで、このなんていうの、さっきもっとデイジチャーコロビーカフェの方のジングルもリニューアルされて、いずれお披露目になると思う。1週間ぐらいで作らないといけないのかな。いや、おいおい変えていけばいいじゃないですか。あ、いや、できた時に作るのはすぐできるんだけど。あら、かっこいい。作るのはすぐできる。そういうふうに、すいません、もう男の子で。じゃあ、作る作業自体は早いんだけど、はい、どんなの作るか考えないとね。ああ、なるほどね。イメージとか。笑えるのがいいんだろうね、多分ね。いや、そこはもう、マスクマンの、これ、腕、腕。ああ、じゃあ田中コートをサンプリングして、ね、クリームパンみたいクリームパンいるなよ違う、こっちがこっちがマスクマンの握り拳をクリームパンみたいにあと手引きじゃないんだよね
悲しいさ。20年前イケメンだったのにな。過去に素顔の男。過去にこだわる男。大丈夫。今もイケメン。あ、くっそ、目が冷たい、本当に。大丈夫を4回くらい言いましたよ。今ここに書いてるさ、福満ちて弓が膨らむ進化の始まりって、なんかすごく心に入ってくるさ。そう、あの僕らが収録してるブースにね、飾られてるね、飾られてる富士山かな、富士山の絵があるんですよ、絵があるんで、それをちょっと、それに書かれている文言を染みるんだそうです。進化の始まりってね。うん、クリームパンが何パンなのかな。まあいいんじゃないですか、変化の後で進化していくっていうね、今日のテーマでいくとね、変化から進化になれるように、はい、僕らも進化していきましょうか、進化していきましょうか、はい、では、はい、今週のメンヘラ城はここいらでお開き、今日も元気に予約中、中村夏実と中村健太とザ・マスクマンでした。お薬飲んでゼロー。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。